はい、どうも横浜 YouTuber の朝日です。本日はコロナが収まったら行きたい横浜の観光スポットを紹介していきたいと思います。個人的にはね、コロナが収まったら富士急行きたいんですけど、はい、横浜関係ありませんで、すいません。早速紹介していきます。一つ目は横浜中華街。日本最大級の中華街である横浜中華街ですが、僕は食べ歩きしながらの観光をおすすめします。なぜかというと、中華街食べ歩きグルメめちゃめちゃ豊富です。なので軽く食べ歩きグルメを紹介していきます。まず一つ目、豚まんです。食べ歩きグルメには欠かせない中華街定番の豚まんですが、大きいサイズでジューシーな豚まんを食べないなんてもったいないので、ぜひ食べてください。二つ目、ごま団子。ごま団子はね、もうカリッとした外側ともちっとした皮で病みつきになります。アイスのようなね、コーン型のカップに乗っているので、手を汚さずに食べられるのも特徴です。でもこれね、熱すぎて火傷しそうになる時があるので、もうぜひ食べる時注意してください。はい、三つ目、パンダまん。もうしっとりとした生地に包まれたチョコクリームは甘すぎずちょうどいい甘さで、緑色のパンダは抹茶味、ピンク色のパンダはいちご味、オレンジ色のパンダは激辛と、豊富な種類も特徴です。インスタ映えにはうってつけのグルメです。四つ目、欲張り棒。上からいきます。野菜たっぷりのパオ餃子、黒豚のシューマイ、肉ニラまんじゅう、一口サイズの小豚まんが串に刺さっています。これ一本でね、いろんな料理が堪能できてしまうというか、もう最高のもう欲張りセットですよね。はい、5つ目はザージーパイです。台湾唐揚げとも呼ばれている大きい唐揚げなんですけど、もうこちらもめちゃめちゃ美味しいです。手のひらサイズくらい大きいんですけど、意外とね、こうペロッと食べられちゃいます。他にもね、いっぱいおすすめしたいんですけど、食べ歩きグルメの紹介はこれくらいにしておきます。まあね、これ全部紹介したからって、もう全部はね、もうこんな食べきれないんで、ゆったり中華街を観光するのに食べ歩きは向いてるかなって思います。コロナが収まったらぜひ横浜中華街行ってみてください。2つ目の観光スポット紹介は港未来です。横浜といったら欠かせない定番スポットの港未来ですが、数えきれないくらいの観光スポットがあります。高さ29メートルの超高層ビルで、オフィスやホテル、ショッピングモールなどの複合施設である横浜ランドマークタワーや、入園料無料で入れる大観覧車のコスモクロックがある遊園地の横浜コスモワールド、おしゃれなカフェやレストランが並び、ショッピングができたり、いろんなイベントが開催されている赤レンガ倉庫、横浜港がテーマの横浜港博物館や国際会議場や展示ホールやパシフィコ横浜など、もう飽きればキリがないくらいの観光スポットが港未来にはあります。個人的にはね、横浜美術館が大好きで、展示が変わるたびに見に行ってるので、横浜博物館に行ってみるのもおすすめだと思います。晴れた日に港未来を観光するのもいいですし、夜景を狙って夜にデートやお散歩をするのもとてもおすすめです。はい、3つ目の観光スポットは八景島です。横浜八景島シーパラダイスは、水族館、遊園地、ショッピングモール、レストラン、ホテル、マリーナ等を含む複合型海洋レジャー施設です。水族館のアクアリゾーツは4つのコンセプトによって出来上がった海の生き物に触れ合う場所です。遊園地もあり、中でもサーフコースターリバヤさんは海に落ちるような迫力満点のアトラクションです。レストランやショップも豊富に揃い、1日中楽しめます。実は八景島に行ったことがあるものの、リバヤさんがメンテナンスで乗れなかったので、復活したらね、乗りたいなと思っています。こんな感じで今日は横浜の観光スポットをね、3つ紹介していきました。いや、早くねコロナが収まって遊びに行きたいですよね。横浜 YouTuber ではね、〇〇してほしいとか、ここのお店を紹介してほしいなどのリクエストがありましたら、ぜひコメントでお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。